ウクライナの主要な攻撃はこれから国防次官ウクライナのマリャル国防次官は20日同国の軍隊が1メートルずつじりじりと距離を詰めながら前進していると述べたその上で反転攻勢の主要な攻撃はまだこれからだと指摘したマリャル氏は戦況についてウクライナのメディアの取材に答え ウクライナ軍軍がが前進しロシア軍が主に回るる方面ももああればその逆もあると説明ウクライナは少しずつ前進しており1メートルずつじりじりと距離を詰めているとの見方ができると述べたその上で軍に与えられた任務は貫通されており攻勢が始まったあらゆる方面で徐々に前進していると強調ただ主要な攻撃が行われるのはまだこれからだ としたまたウクライナは南部の複数の方面で攻勢をかけているがロシアの主な攻勢は東部で起きているとも主張したウクライナ国家安全保障防衛会議のダニロフ書記は20日ウクライナ軍が現在優先する主な事項の一つとしてロシア軍の大砲と兵器システムを消耗させ破壊することを挙げた。 ダニロフ氏がソーシャルメディアに投稿した内容によるとロシア軍の司令拠点や弾薬の保管施設燃料および食料の供給ルートの破壊といった任務はウクライナ軍によって見事に遂行されている破壊されたロシア軍の装備の数は戦争開始以降最大に達しているというウクライナの反撃・減速へ NATO 早期加盟も実現ならず、戦術見直しのため攻撃一時中止、攻勢に必要な空軍力の欠如など、戦力不足、ウクライナの NATO 早期加盟も実現ならず、ウクライナの2週間にわたる反転攻勢が原則に入る様相だ。 米国の戦争研究所 ISW は19日、ウクライナ軍が今後の作戦のための戦術を見直すため、反転攻勢を一時中断する可能性もあると、戦況報告書で明らかにした。同研究所は、ウクライナはまだ反転攻勢作戦に、可用戦力の大きな部分を投入しておらず、主要活動を開始していないとし、 作戦の中断は主要攻撃遂行の一般的な様相であり、この中断がウクライナ反転攻勢の終了を意味するわけではないという見解を示した。米国のウォールストリート・ジャーナル紙も同日、ウクライナ指揮官が攻撃探索で困難に直面したことを受け、戦術を見直すため、ここ数日間多くの地域で進行を止めたと報じた。同紙は、 ウクライナが現代戦の攻勢に必須的な優勢な空軍力の支援がない上、ロシアの地雷などで防衛戦を突破できずにいると指摘した。ウクライナが直面した初期の難関は、攻勢が長期化、極度の消耗戦になるというシグナルだとした上で、疲労や士気などにおけるウクライナ軍の優位も、物理的防衛戦や空軍力、電子戦装備などでロシアの持つ強みで相殺される。 地雷は特にロシアにとって効率的だという西側軍高官の話を伝えた。周期的に戦況情報をソーシャルメディアに掲載する英国防省も、同日、ウクライナの反撃後、双方とも多くの人命被害が発生したと分析した。英国国防省は、ウクライナ軍がザポリージャ、バフムトなどで攻勢を展開し、少し進行したが、 ロシア軍も南部で相対的に効果的な防御作戦を遂行していると評価したこれに先立ちエストニア軍情報センターのマルゴ・グロスベルグ大佐は16日ブリーフィングで我々は今後7日間攻勢を見られないだろうと語ったエストニアメディア ERR によるとグロスベルグ大佐はウクライナの作戦中断は ロシア防衛戦における脆弱地点の把握が来週まで続くためとし、古典的な構成作戦遂行と関連し、攻撃する側に兵力と武器において3対1の優位が必要だという協議があるが、残念ながらウクライナは現在そのような状況にないと指摘した。また、戦力は1対1であり、このような理由で不要なリスクを犯さないため、 ウクライナはより組織的かつ慎重に作戦にアプローチしていると語った。そしてこれまでの作戦の結果、西側が支援した兵器の10%を失ったとし、今後の作戦過程でさらに多く失うだろうと指摘した。ウクライナのハンナ・マリャル国防次官は20日、テレグラムに 現在進めている作戦にはいくつかの目標があるが、軍はこのような課題を遂行しており、最大の攻撃はまだ行っていないと主張した。しかし、敵は簡単には自分たちの位置を諦めないだろうし、我々は厳しい戦闘に備えなければならないと、作戦の難しさを認めた。マリャル次官は前日の 19日にはウクライナが今月初めに始めた反撃作戦を通じて南部ザポリージャ州中部のペティハッキ村を奪還するなどこの2週間で113平方キロメートルに達する占領地を取り戻したと明らかにした今後の戦況を分ける最大の要因は消耗戦に耐える資源でありウクライナにとっては西側の支援が死活問題だ 北大西洋条約機構 NATO のイエンス・ストルテンベルグ事務総長は19日、ドイツのベルリンで開かれたある会議で、ドイツだけでなく NATO 全域の多くの国で兵器と弾薬在庫が底をつき、再び補充しなければならないと懸念を示した。プーチン大統領は無視。 ロシアでショイグ国防相の粛清準備か、欧米恫喝の悪あがき、情報戦に活路、ダム破壊関与で隕石も、1年4ヶ月に及ぶウクライナ侵略で行き詰まるロシア軍について、ショイグ国防相の責任を問う声が高まっている。 政権内の苦しい立場を象徴するかのようにプーチン大統領に無視される動画も公開された欧米を牽制するなど情報戦に活路を見出そうとするショイグシだが自身は粛清の危機に直面しているモスクワの病院で十九日ウクライナで負傷した兵士にプーチン大統領が勲章を与える映像が公開された ショイグ氏は隣に来たプーチン氏に声をかけようとしたところ、プーチン氏はくるりと背を向け、目を合わそうともしなかった。ウクライナ侵略を短期で決着させるという当初の計画は大きく崩れ、国防省トップのショイグ氏は民間軍事会社、ワグネル創設者のプリゴジン氏に無能ぶりを罵られた。プーチン氏への高い忠誠心で鋼鉄を免れてきたとされるショイグ氏だが、 プーチン氏の態度は現在の政権内の立場を示している。このままでは爪め腹を切らされることになりかねないショイグ氏は20日、欧米を牽制する発言を行った。ウクライナ軍が米国供与の高機動ロケット砲システムハイマースや英国供与の空中発射型巡航ミサイルストームシャドウをクリミア半島を含むロシア領内に対して使用した場合、 米英が完全にに紛争に巻き込まれるることとを意味すると述べたウクライナ国内にある意思決定中枢への即時の攻撃を招くだろうと報復攻撃も警告した南部ヘルソン州カフォフカ水力発電所のダム決壊についてもショイグ氏率いるロシア軍関与の疑いが強まっているウクライナ軍情報機関トップのブダノフ国防省情報総局長は20日 決壊の30分前にロシア側が無線を通じ、現地の部隊に荷物をまとめて撤退するよう命じていたと指摘し、ロシアの関与を強調した。ショイグ氏はウクライナがダムを決壊させたと主張しているが、ブダノフ氏はロシア側が秘密裏にダムを決壊させる作戦を実施したとの見方を示し、周辺のロシア軍部隊の中には知らされていない部隊も存在したと述べた。 国際法違反のダム破壊にロシアの関与が証明された場合ショイグ氏も重い責任を問われることになりそうだプーチンの命令でしたことなのに破壊したウクライナのダムの責任はショイグに取らせてると言ったトカゲの尻尾切りをするこれではロシア軍が一丸となってウクライナに対峙するなどできるわけがない。 全ての責任は自分自身にあると腹をくくれないのがプーチンの人間の小ささだ。これではプーチンから決別する軍事将校が後を絶たないだろう。これがロシア軍終わりの始まりの契機になるかも。